幸福実現党森文より皆様にご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。面接議会前をご通行中の皆様、引き続き大きなマイクでお騒がせいたします。選挙戦今日で最後でございます。連日大きなマイクでお騒がせして大変恐縮でございますが、残り1日どうぞご勘弁いただければ幸いでございます。明日参議院議員選挙投票日でございます。私たち幸福実現党は2つ目の投票箱をリレークにて立候補させていただいております。ぜひとも岐阜県の皆様、岐阜市内の皆様、2つ目の投票箱比例区におきましては、幸福実現党に皆様の一票をぜひともいただきたいというふうに思っております。どうぞ比例は幸福、もしくは党首の釈良子のお名前を書いていただきますよう、どうぞ重ねてお願いを申し上げます。母さん、どうぞよろしくお願いいたします。私の隣におりますのは岐阜県養老町町議会議員の清水でございます。皆様のおかげで今年の4月統一地方選におきまして当選を果たさせていただきました。岐阜県内では養老町の清水、そして海津市の伊藤久江市議、この2名で地方議員頑張らせていただいております。全国では36名の党公認地方議員も誕生いたしました。さあ、今回の参議院選、なんとか次は国会で議席を頂戴し、国会でお仕事をさせていただきたいというふうに思っております。どうぞ2つ目の投票箱比例区におきましては、幸福実現党に皆様の一票をぜひともいただきたいというふうに思っております。36名の地方議員頑張っております。今回は次は国会でお仕事をさせてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日の新聞、日経新聞の中ほどに、果たして参議院は必要なのかという記事が出ておりました。確かにごもっともでございます。衆議院と参議院、違いが分からない、そのように言われております。参議院はもともと良識の府です。専門知識、高い見識、先見力、単なる世論の感情に任せ、感情に惑わされずに、ただ純粋に国の未来を考えて政治に携わる人が多いのが参議院、これが本来の姿でございます。私たち幸福実現党、10年間例えば消費税の減税、先ほどより加納幸彦代表選対の曽我修作よりお話もございましたけれども、消費税 5% に減税する、これをずっと訴えてまいったのは幸福実現党だけでございます。皆様、少し前の話でございますけれども、10年前消費税の議論はしないと言って政権を取った政党がございました。その政党は3年後に自民党と公明党の合意を得て、今行われようとしている消費税の 10%、 5% 値上げ、 5% への税、 5% 税率アップを決定した民主党という政党がございました。その政党ができるときに、私たち幸福実現党は消費税、当時 5% でございましたけれども、なくした方がいいんじゃないか、そうしないと日本の景気全然良くならないし、経済成長もしない、ということを申し上げておりました。さらにその3年後、自民党、公明党、民主党3党合意で消費税 10% 上がりました。その時にも幸福実現党、全国で減税の署名をさせていただきまして、消費税の減税に向けて声を上げさせていただきました。多くの共感もいただきました。決して幸福実現党だけではなく、例えば自民党、または旧民主党、その他の政党の中でも、私ども減税に向けた活動によって共感のお声をいただいております。今回消費税増税、
与党は訴えております。野党の方は消費税の中止とおっしゃってはおりますけれども、他の税目をどうするか、所得税、相続税、贈与税、もしくはその他の税金でどういうことを考えているか、そういうことを見ますと増税ばかりなんです。まだこの10年何も変わっていません。私たちも非常に不甲斐ない思いではございますけれども、今回の参議院選挙で減税という新しいうねりを作るチャンスだというふうに思っております。今本音レベルでは消費税 5% に下げた方がいいんじゃないか、そういうお声たくさんいただいております。しかしまだ形にする政党がございません。本音では 5% に下げた方がいいと思っている委員の方いらっしゃっても、形にする政党がない、声を上げる政党がない。それによってマスコミや財務省の言論に押し流されてしまっている、そういう状況でございます。今回幸福実現党、国会に初めての議席獲得させていただきましたら、畳みかけるように減税に向けて言論発信、予算委員会等においても質問追及させていただきたいと思っておりますし、その次に来る衆議院参議院の選挙において、さらなる減税の輪を広げていくために頑張ってまいりたいというふうに思っております。当選どうぞよろしくお願いいたします。消費税 5% に減税、幸福実現党でございます。 5% に減税の幸福実現党、今回は2つ目の投票箱で立候補させていただいております。ありがとうございます。2つ目の投票箱におきましては、幸福実現党または党首の釈良子の名前を書いていただきますよう、どうぞ車でお聞きの皆様もどうぞよろしくお願いいたします。消費税減税の幸福実現党、どうぞ2つ目の投票箱、幸福実現党に皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。そしてもう一つ大切なことでございます。国民を豊かにしたときに危なくなるのが外交と国防の問題でございます。豊かになればなるほど狙ってくる国もございます。例えば今韓国という国が日本の徴用工の問題でさまざまにケチをつけてきております。今の政府の態度、私としては評価すべきところあると思います。例えばそういうふうに日本からお金を取ろうとする国もある。そして中国もそうでございます。日本は中国にもっと発展してほしい、そういう思いでこの40年間ずっと経済支援してまいりました。しかしどうでしょうか皆様、令和の時代に入ってもう80日ほど経ちました。皆様、令和の80日間で一体何日中国の海上警察の船が尖閣諸島の近くに来ているとお感じでしょうか。実は80日のうち79日来ているんです。6月15日以外ずっと尖閣諸島の近海を入浴しております。これおかしいと思います。なんとかしないといけないと思います。しかしほとんど参議院選挙でも議論になっていない幸福実現党は、こういう日本の政治の在り方を変えていく一歩に今回の参議院選したいというふうに思っております。自分の国は自分で守る、これが大事なことだと思います。岐阜県には鏡原、愛知県との県境の鏡原には航空自衛隊の基地もございます。もしくは他の陸上自衛隊の例えば施設もございます。その岐阜でも日本の国土を守ってくださっている自衛隊の皆さんがしっかりと役目を果たしていただけるような国、そしてそれによって安心して住めるような国づくり、これを行ってまいりたいというふうに思っております。幸福実現と自分の国は自分で守る、こういう当たり前の議論をこれからの国会で特に良識の府の参議院で行っていかなければならないというふうに思っております。ぜひとも比例区におきまして皆様重ね重ねお願いでございます。今日最終日でございます。最後のお願いで立憲に入らせていただきました。
ぜひとも比例区2枚目の投票用紙では幸福実現党または党首の釈良子の名前を書いていただきますよう重ね重ねお願い申し上げます。消費税を減税する旗頭になってまいります。自衛隊をさらに役割を増やし、また自分の国は自分で守れる憲法改正、そういったことをしっかりと推し進めていける旗頭となってまいります。釈良子、女性の唯一の党首の釈良子に皆様の貴重な一票をぜひとも託してください。幸福実現党、今回立党10周年、消費税の減税、自分の国は自分で守る、一貫して訴えさせていただきました。少しずつ国論は変わってきました。もう一押しです。ぜひとも比例区は幸福実現党または党首の釈良子の名前を書いてくださいますよう、どうぞ岐阜県の皆様、岐阜市内の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。消費減税の幸福実現党でございます。自分の国は自分で守る幸福実現党でございます。ぜひとも2つ目の投票箱は幸福実現党にどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、長い間大きなマイクの音量でお騒がせいたしましたことをお詫び申し上げます。本当にありがとうございました。明日の投票日にはぜひ幸福実現党、比例区には幸福実現党をどうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。